ナナやったら、何か外の様子がおかしくない？やけに雑音がするというか、砂時計のような音が。って、また勝手に出かけて！あのダメ殺人鬼、私のマスターだって自覚はないの？なんで私に一声かけないのよ！って、なんだ、ちゃんと手紙があるじゃない。どれどれ？面白そうな催し物に誘われたので、そちらに乗り換えることにした。それなりにお世話になりましたとさ。バカじゃない？こんなあからさまに怪しい舞台を作ってるやつを信用するなんて。バカ！もうすごいバカ！ありえないくらいバカ！信じられないくらいバカ！許せないくらいバカ！ふん、いい君よ。あんなダメマスター、散々利用された挙句、ボロ布みたいに捨てられればいいんだわ。私には関係ないし。単に、また新しい操り人形を探せばいいんだし。でもな、街を荒らされるのは迷惑ね。悪夢を見る人間がいなくなったら、私も消えてしまうんだし。いいわ。どこの人だか知らないけど、この挑戦は受けてあげる。どこかの考えなしともども、私の機嫌を損ねたことをきっつく後悔させてあげるんだから。待たせたかしら。ラウンド1ファイト。失礼。気をつけて。いかが？乱暴なのね。いきますわ。続けましょう。頑張るわ。やっ、行きますよ。無様だ。ルーティネ、いかが？いきなり邪魔しに来て。え？危ないから行くの？すごく後悔するだけですって？あなたには関係ないでしょ。せいぜいそっちのマスターを守っているといいわ。踊ってくださる？起動。ラウンド1。いらっしゃい。いかが？つれるぞ。下ないかしら。まだまだ。なんだ。そこです。乱暴なのね。いかが？私のターン。乱暴なのね。いかが？いかが？それでもレッツ。はっ、予測済みです。いただきますよ。追いつかれてしまった。趣味じゃないわね。ユーミー。汚らしい現実のシミは落としたいのか。
ここからは何の汚れもない眠り込み。無菌のシャーレに閉じ込めて、ずっとその寝顔を楽しませてもらいます。シャバは騒がしいな。ラウンド1ファイト。失礼。聞いたぞ。行くぞ。乱暴な。軽い息を飛ばす。あなた。優雅に、よりしなやかに、気をつけて。難しいものね。You win。こちらにいらっしゃいな。温かいパンと紅茶、ずっと眠っていられるカプセル、それと、とびきりの愛をご馳走してあげる。こんな寂れたところにこんなみすぼらしい穴蔵があるなんて。住処にしているものの程度がわかるというものね。そこの吸血鬼さん、気づいていたか。なるほど。たたりの影響で元の側面が強化されたということか。しかしその姿は悪くない。純白にして鮮血、無垢にして無常。低俗な無魔とはいえ、さすがは姫君の使い魔。程度は心得ているようだな。まあ、心のこもっていないお世辞とはいえ、拙い賛辞、感謝いたしますわ。では、私と踊っていただけるかしら。地の底でうごめくだけの、ムマよりもっと低俗な白蛇さん。もちろん、闇に潜む者の先達として絶対のルールを教えてあげる。弱者は強者に踏みにじられるだけという当たり前の仕組みだがね。え、何？そんな地味な姿のくせに格上だとか思ってるの？あなた、現実を見たよね、ミスター。あなた、路地裏同盟でもきっと一番の小物でしたよ。何？あの小娘ばかりでなく、お前も路地裏なんとかの一員か？これは本気でかからねば。ラウンド1ファイト。たまんねえな。ここからだ。たまんねえな。気をつけて。もらい。お別れだ。耐えてくれよ。続けましょう。そんなもの、行きますわ。ハーフドライブフィニッシュ。お気に召しました。つまらないな。出直してくる。ムービー。地味かどうかはともかく、あれだけの人を投影するなんて、元凶はなかなかの実力者のようね。
楽しくなってきた。それぐらいの相手じゃない。私の相手は務まらないの。楽しませてくださる？ラウンド1ファイト。気をつけて。超自信作です。再開です。明日ないかしら。もう一度一度ルティレ。やめやめやめ。あなたをダメージ。つまらないわ。出直してきて。ようこそ楽園の入り口へ。歓迎しますわお客様。どうぞ出口のない箱庭をお楽しみくださいね。手荒い演奏になりそうだ。ラウンド1ファイト。失礼。やるな。行きますか。ソロ長い。明日ないかしら。止められるか。気合いで。器用だな。ダメ。ルー、ソロ。器用だな。つまらないわ。出直してきて。ユーミン。凍りついた白鳥の水に燃え尽きた壇上のジゼル。夢から覚めなくなったのをクラッカー。どれも素敵でしょ。あなたに覚めない悪夢を見せた。開幕と行こう。ラウンド1ファイト。キリキリ舞だ。失礼する、失礼する。そのようなら油断したよ。失礼する、失礼する。残念、それ見たことなかなか。気をつけて。なかなか悪意の波を。失礼するよ。こちらですよ。やりたい。まあ合格にしてあげる。ユーミン。ごちそうさま。あなたが飲み続けた情報は私が行儀よく残さずに楽しませていただきましたわ。うん？どうしたのかな、お嬢ちゃん。子供はもう寝る時間だ。早く帰った方がいい。そうでないと怖い怪物に頭から食べられてしまうからね。
あとね、いちいち皮肉を言わないと挨拶もできないの。だいたい早く帰らなくちゃいけないのはあなたの方でしょう。その体、もう消えかけてるじゃない。ああ、新しい雇用者がヘマをしてさ。あのシオンって子に輪をかけて堅物だったんで、つい面白くなっちまったんだが。ありゃまずいよな。全く抑えがなってない。戦場的すぎるね。だって、俺の前で隙を見せるんだぜ。あんな背中を向けられたら、ほら、ついナイフも軽くなるというか、おかげでこのざまだ。呆れた。誰かで構わずついていって、誰かで構わず襲いかかるからそうなるのよ。それで、どうするの？このまま消える？当然だろ。もともと生きる理由がないからね。殺されることなく、自殺することなく消えるなら、願ったり叶ったりだ。そう。じゃああなたが一番されたくないことをしてあげる。あなたは私のマスターになって、私が消えるまで生き続けるのよ。そう簡単に消えられると思わないことね。おや、そうきたか。いいよ、そっちが勝ったならお望みのままに。でもまあ、力ずくで自分を売り込む使い魔ってのもどうなんだ。ラウンド1ファイト。失礼。危ないな。続けましょう。そろそろ行く。そろそろ行く。待て待て。なかなかやるね。しょ。よっと。それでいい。いただきます。待て待て。あがいてくださる？こちらですよ。私の勝ちね、ナナナ。これであなたは私のご主人様ね。って、なんかおかしいけど、まあ、いっか。あとは、人の主人を横取りした元凶を懲らしめるだけ。どれほどの相手か、確かめてあげる。猫王国期待のプリンセス。なんでよ。なんでよ。なんじゃあんな食い物とか食べるのか。シエル趣味悪くね。だからなんでよ。なんで待ちに待った私のラスボスがよりにもよってブサイク猫なのよ。何か問題でも、プリンセス。ああ、そっか、そうだよね。ちょっとスケールでかすぎだよね。ここだけの話、あと1時間で地球を破壊する用意もないではありません。今回こそは、関わらないでいられると思ったのに。無駄無駄。だって猫はまーるいんだもん。なんなら黒蓮みたいに私たちも君のコマンド技に組み込んでくれてもいいのだよ。死んでもごめんだわ。ようやくわかった。つまりこれは生存をかけた戦いだったのね。あなたたちをね絶やしにするか
私が色物にされるか。決着をつけてあげるわ。ラウンド1ファイト。しかも、やっ、うざっ、うざっ、ドリ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 、シーソーベマルーシャドリドリドリシャ、そのままマルーシャドリドリドリマルーイズニャニャシャーナロカチやっ、シーソーベドリ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 ニャニャニャシーシーコラボドリ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 シーソーベドリ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 うん、自ら鍋物を作るとはとんでもねえ猫でしたが、出汁の不足が快適な範囲です。いいから煮干し食べろっつんで。ラウンド1ファイト。沈めるだけに背景を灰色にして、よしと。突然変異の新種でも現れない限り、この封印は永遠よ。これで邪魔者は排除し終わったか。ようやくすっきりしたわ。あと残っている問題といったら、黒い方との対決か。まあ、あちらはあちらで現状に満足しているようだし、手を出すのも考えられる。となると、ああ、晴れて問題解決だ。実にすがすがしい。まだ一番横に残っている。いずれ仕事があるって言うなら、番犬の真似事も甘んじるぞ。雪原を守るシリウスの代役っていうのは、まあ、荷が勝ちすぎているようだがね。